吉田さん、面白いですよ、ポイントサイト。なんかね、この速稼塾を始めた頃にすごく立ち返ってね、初心に帰った気持ちがしますね。ポイントサイト面白いですね。毎日やってるんですけど、最近は当時できなかったね、家とかね、リフォームとか屋根とかこういったものもあるし、車関係も何、自動車保険って今4台あるわけですよ。でこの前4台中1台廃車にしたんで、廃車、久しぶりにね、廃車で引き取ってもらって、なんかお金もらうみたいなのもあったりとか、なんかね、そのキリがないですね、はっきり言って。私ほどやり込んだ人間はいないはずなのに、まだあるというね。しかももう無数にあるというね。当時から比べて暗号通貨っていうものも入ってきましたんで、その暗号通貨のね、口座開設とかダダダダってできるんですよ。当然それでも報酬入りますしね。で今度暗号通貨の FX みたいなのがあったりとか、暗号通貨のレンディング、要するにお金を貸す、暗号通貨を貸して利息をもらうみたいなサービスがあって、これね、口座開設すると全部金になるんですよ。だからなんすかね、昔 FX の口座を作るだけで1万とか2万みたいな、そんなブームがあって、とにもかくにも FX の口座を作らせようみたいなブームがありましたよね。 FX の口座開設を4社か5社するとなんか20万ぐらいになっちゃうみたいな時代もあったと思いますけども、なんかそんな感じですね。今 FX の口座開設っていうのは一定の取引をしないとダメなんですけども、暗号通貨とかね、それ以外のなんか、そうですね、なんか口座開設だけってのも今ありますね。すごくいい。その代わりウォーターサーバーはどれもこれもちょっと当時みたいには使えないです。ウォーターサーバーはね、確か東日本大震災のこともあって結構水が貴重だっていうような流れで、ウォーターサーバーがものすごく見直された時期で、2013年とか2014年とかね、すごいプロモーションが多かったんですよ。でウォーターサーバーでなんか10個ぐらいをね、あの島の方に持ってって契約みたいな、あんなドキュメンタリーも私やりましたけどね、YouTube で。とにかくね、ちょっと考えたらいろいろあるみたいな、考えなくてもいろいろあるみたいな、もうそんな感じです、ポイントサイト。ということでね、私は過去にセルフバックで、まあ、トップアフィリエーターまで行ったんで、今ポイントサイトやってもそのまんまそれが活かせますね。同じような攻略の方法でどん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 取れていきますし、そうですね、最初の2ヶ月っていうのは結構この未確定売上ばっかり立つんですよね。で実際の確定売上っていうのは私もそうですけど4万円前後なんですよ、今のところ2ヶ月で。でここでなえると思うんですけども、その溜まっているのが20万ぐらいあるんですよね。それがこれから1ヶ月とか2ヶ月かけてどんどん確定に変わっていくんですよ。だから今日もやり続けて、明日もやり続けて、どん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 行くと、その今20万ぐらいの溜まりがあるんですけど、その溜まりがね、1ヶ月にプラス20万ぐらいになっていくんですよ。でたくさん頑張るとプラス30万ぐらいになっていったりとかするんで、で安定してだんだん今のところの確定は2ヶ月で4万、要するに1ヶ月2万ぐらいなんですけども、3ヶ月目にはこれが5万になったり、5万じゃない、もう十数万になりますね。一気に確定しますからね。初月にやったやつが一気にダダーって流れ込んできますから、それこそ15万とか20万という単位で追加されますんで、楽しみだなと思いますね。でこの、まあ、私から今の私から見るとそのね、今10万20万みたいな話をしましたけども、はっきり言って大した金額ではないといえばないんですよ。でもやっぱりこれがね、ゲームをしながらポイントを稼いでるみたいな、その敵をやっつけてるみたいな感覚があって、その一つずつ攻略してるところがなかなか面白いなと思います。そして多くの人の問い合わせにも、まあ、スラスラと答えれますしね。当時私もね、本当にこんな感じでやってたのが今はラララですからね、楽になったなと思います。そういう意味で言うと2013年の頃の、私のど素人のもう半分麻雀店の親父みたいなのから、全然私は麻雀店が抜けて、完全にね IT の人みたいになっちゃいましたね。だからやっぱりこう昨日の自分に勝つみたいなこと言われてましたけども、昔の自分、を振り返って、あの頃はそこで手持ちのカードを使い切ったんで、今またねそのカードの利用経験が上がったりとか、別のカードが見つかったりとかして広がってるんだなと思いましたね。今だからコンテンツ販売が主になりましたけども、やっぱりプレイヤーとしてね、塾アフィリエイトをポイントサイト一個一個やるのってやっぱ新しい、楽しみがありますね。いいなと思いますね。はい、ということで以上ですかね。そんな感じで近況報告みたいになってしまいました。でも1億稼ぐ人も最初はポイントサイトもしくはセルフバックなんですよ。だからこのルートを入り口にすることを侮ってはいけないというのがね、最後のメッセージです。1億円の入り口、それは最初の
5000円1万円これなんですよね。最初の5000円1万円が大事にできない人はいつまでたっても1億円どころか1000万も100万円もいかないと私は思いますね。